はい、どうもこんにちは。今回は Life is Strange True Colors 続きからやっていこうかなと思うわ。で、前回は、チャプター1。チャプターだっけな?チャプター1が終わったんだよ。ざっと言うと、俺も予想してたんだけど、チャプター1で、最後で、兄さんが死んじゃったと。なんか俺、あらすじの感じからしてさ、なんか兄さんがなんで死んだのかわからないみたいなエピソードでした。エピソード2ランタン。兄さんがなんで死んだかはわかんないみたいな感じかなと思ったけど、あれなんだな、自分の目の前で死んだんだよな。俺が思うに、いいバーテンダーの条件とは、はい、寡黙で聞き上手であることだ。一体誰が、その点じゃゲイブは誰よりもダメなやつだったな。昔スピード違反であいつのこと捕まえたんだ、チャリのな。入試用の小論文よく見てくれたわ。そんなの書いたことなかったはずなのに、ゲイブは。ゲイブからライブしに来いって言われてさ、そのおかげでシアトルからここまで来る羽目になって。シアトルつってるもん。ゲイブは面白いやつでな、よく笑わせてもらった。はい、今日はそのうちのいくつかを紹介しよう。いくつかも紹介するのかい。ほんとにおもろいんだろうな。まずは2年前のこと。前だな。罰金を払わせるはずだったのに、気づけばなぜかビールをおごってた。じじいの話聞かないんだ。あいつさ、ライブの間、ああずっとニヤニヤしてて、一人一人思い出語ってんだ。あの顔がなぜか忘れられないんだ。なんかあれだな、寂しい感じもあるけど、なんかみんななんかこの、つまり奴はずっと勘違いしとったんじゃ。5つ目は話しすぎやって。誰にでも優しかった。一緒にいるだけで明るい気持ちになれた。世界で一番のホラ吹きじゃった。一生忘れない。初めこそよそ者だったが、あの男も今では家族だ、この世を去ってもな。ただでもこの中に真犯人がいるんじゃねえの。あらすじ知っちゃってるからさ。公式ホームページで。この辺にしておこう。悲しいことだが、あの夜のことは不幸な事故だ。今できるのは、不幸な事故なんかじゃない。おい、そうだな、ライアン。まだ終わってないんだぞ。俺の衛星電話を使って、ゲイブがちゃんと逮捕に連絡したんだ。でもあいつら、無視したんだ。それで、なんだ今、チャクラが浮かび上がったのは。ちょっといいか。あの日は俺が当直だったが、電話はなかった。お前かい。一度も。嘘だ。アレックスも電話したの見たはずだ。おいおい、怒りが怒り。なあ、そうだよな。電話したのは見たよ。それは正直に言うよ。うん。確かに電話してた。電話したのは見たもん。お前の話と食い違ってるようだな。そう言われてもな。嘘はついてない。疑うなら好きにしろ。
まあ嘘はついてないと思う、多分これはこのパターン。この件は捜査中で、今はお前、あの日ゲイブといろいろあったんだろう。ライアン、レコード屋でも血眼になってゲイブを探してたよな。なんで探してたか当ててやるよ。ライリーの件だ。違う、待ってんだ。黙れよ。その後ボコボコにされてゲイブの部屋から出てきたお前も見た。おいおい、怒るな怒るな。そんなことがあったお前にたまたまあの電話を。わかるけど、わかるわかるわかる。だから電話なんてなかったって言ってるだろ。てか電話したってのが嘘なんじゃないのか。あいつそんなに信用できるやつじゃなかったしな。なんでこの場に来たの、相手が逆に。ふざけんじゃねえぞ。そこまでだ。何があったか知りたいのは俺も同じだが、今日のところは止めないでくれ。ああ、もういろんな怒りの感情が。許せねえよ。違う、俺はただ、もしもう一度ゲイブのことバカにしやがったらただじゃおかねえからな。やめて、もう限界。ラスボスが来た。こんなことするために。そうですね、はい、そうです、アロスさん、すいません。そうじゃないでしょ。はい、そうです。わかってる？ああ、そうだよな。でも、でもなんかさ、ライアンが怪しいじゃないのこれ。嫌だけど。なんかライアンの目に光が宿ってないもん。大丈夫かこれ。俺が死なせたわけじゃない。どうだかな。おい、てめえ今なんて言った。おい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 、ライアン、よせ。おい、聞いた話じゃ、ゲイブが死んだ原因はお前が。おい、いい加減にしろ。いや、言ってみろよ。表出ろお前ら。言いたいことがあるんだろ。外出ろお前ら。お前ら、その辺にしとけ。いいや、変に疑われて黙ってられるか。ゲイブが死んだのは俺のせいじゃない。男、お前がロープを切ったからだ。男ども多い。女の子たちがみんな引いてんじゃん。男ども、おい、やめろよ。まあわかるけどな、無二の親友がな、死んでね。まあ、してはその日にね、ちょっとなんかいざこざがあったやつがいて、なんか態度もね。まだやるか。いい加減にしろ。ほら、解散だ。まあなんかやっぱここがあれなんだな、主題なんだな、死の真相ってやつは。あの事故の真相は何だったのかっていう。年齢近いのかな。何、ひどかったね。だね。大丈夫。目の前で死ぬのがな、一番な、きついからな。全然って言いたいとこだけど、まあそこまで言わないと思うんだよな、アレックスは。あんまり。これぐらいだろう。でも平気。辛いなら無理はしないで、ステフ。うん。ライフイズストレンジビフォーアザーストーム以来だ。その、汚いけど、ちょっと、上がってく。うん。いいね、この枠がさ、過去に見たやつって結構いいかもな。なんかちょっとうるってきてるもん、もう。成長したんだなって。別にまあしっかりした子だったけど、ビフォーアザーストームの時から。いいね、やっぱ過去作出るのはやっぱこういう枠でもいいな。まあこれがちょっと嫌っていう人もいるかもしんないけど。俺好き派だな、割と。ギター弾くの？ちょい役ってよりは。兄さんからもらったでもあるもんな。でもなんかごめん、変なこと聞いちゃったなんてなっちゃうよな。まあ前に少し。うん、まあ、前に、少し。そう。ゲイブが店の前でウィリー練習してたのを思い出すな。あいつさ、派手にこけて死ぬほど笑ったんだよね。
ラープもめっちゃ楽しみにしてた。ああ、それ用の剣か。イーさんのためって、自分が一番燃えてたくせに。兄さんらしい。あ、てかそば、イーさんも大丈夫かな、あの場にいなかったけど。だね。イーさんもだってさ、割と大人な子だったからさ、まあ、しっかりした子だったからさ、自分のせいでって思ってんじゃないの。この写真去年撮ったんだよね。これあれ、マジで何が、あいつステフ、フースボールチャンピオン撮ってあったんだ。あ、涙が。バカ、何が、思い出の、思い出の何かなのか。少し一人にして買ってかよ、おい。こっちだよ、一人になりたいのはこっちだよ。お前が勝手に入ってきたんだろう。買ってかよ。落ち着け、私絶対大丈夫。まあ、入りたいとは言ってないけど。ステフがああなったのはあのボトルのせいだ、それならイーさんの時と同じ方法を使えばなんとかできるかも。あ、だからこれやっぱチュートリアル的な感じっぽいな、これからの進め方。じゃあまずはステフの感情に触れてみよう。だな、分かった、じゃあステフの感情に触れてみるわ。ステフごめん、ちょっと触れるね。ステフめちゃくちゃ触れるな、めちゃくちゃ触れに行ってるな。これちゃんと能力感出てきたな、これで。うわー、相当悲しい。あ、そっか、その時の景色も蘇るのか、確か。実質じゃマックスじゃん。実質マックスじゃん。これでステフの思い出に触れられる。実質マックスだな、これ。時間戻ってるもんな。あん時の思い出が蘇るんだな、そのボトルに、ボトル付近の思い出が。もう諦めな。バスも予約したし。いや、もう一戦やろう。俺が負けたらバス代をおごってやる。勝ったら町に残れ。よっしゃ、バス代いただき。なるほど、帰る、帰らないのよ、やりとりがあったんだ。なるほどなるほど、結構大事なヒントじゃない。あ、こっちにもあった、危ない危ない。仕事ゲットおめでとう。あれ、言わなかった？仕事は断るよ。デンバーに引っ越すし。は？マジで？こっちが最初だったな。こっちが最初っぽいな。引っ越ししますっつって、まあそんな後、まあ勝ったら残れよみたいな話があって、あのボトルにちょっとなんか繋がってきたな。激しいロック。なんてバンドだ？ドントシットオンマイヤードだよ。ギタリストの腕が一本しかないんだ。すげえな。すげえな。かぶっちゃった。兄さん。兄さん、センスがかぶってる。感覚が。これは？あ、ゲームか。くそ！お前のキャラ強すぎだろ。はいはい。好きなだけ言い訳しな。勝つまでやるぞ。もう諦めなよ。これ関係ある、まあまあその日の記憶としては関係あるけど、やっぱ一番はあのコップとこのサッカーゲーム、サッカーと思われるゲーム、これが結構キーだよな。他ないかな、なんも。ないかな。じゃ、ボルトじゃねえわ、ボトル見に行こうか。こいつ繋がるわけか。試合終了。ステフを制したゲイブチェン、初代チャンピオンの座を勝ち取りました。あー、なるほど。もう最悪。フンスボール、そういうことか。なんでこんな街に残る羽目に。ここに残りたくてわざと負けたんだろ。分かってるよ。うるさい。事情は大体分かった。そういうことか。なるほどな、分かったぜ。話す、助ける、助けるが、だからあれかな、まあ、話せないだろう、助けよう。じゃあ今話したくないって言ってたからな。まだ信じられないよね。うん、あい
つがいたから。ねえごめん、今は。あれ、そういえばこの部屋にあるさ、テーブルサッカーってどういう時に遊ぶんだろうな。これを遊んでる兄さんってどんな感じだった？いきなり来すぎたから、飲み物ぐらいで勝負しない？順番に行けばよかったな。ゲイブとも遊んだな。へえ、ゲイブと遊んだんだ。まあでも兄さんこういうの得意だからな、ボロ負けしたんじゃない？え？ボロ負けしたんじゃない？まさか。でも今はちょっと…まあまあそうだろうな。ったく、兄弟の面影があるな。これ俺やんのかな、五点選手。どうしようこれで。わかった、勝たないと物語進まなかったらどうしよう。俺やっぱり L2、L1、R1、R2 でテーブルサッカー成績させる。で、兄さんとはよくやってたの？うん、しょっちゅうやってたよ。あ、押したって。じゃあ強いんだろうね。さあね。あ、そうか、これおらおいおら、バンドやってたんでしょ。おら、うん、おら、なに、うまい、よーし、ドラム、あ、ない、よいしょ、いけいけいけ、はい、うまい、バカ、おい、かなりね。おらおら、あ、押したって。さあ、ちょっと楽いな。はい、おい、この、あ、違う、あ、間違えた、違う違う、よいしょ、この町のリオネルメッシが誰か教えてやるよ。はい、ザコが。よっしゃ、勝った。まあしょうがないね、全力出した結果だしね。負けてくれたのかな。全力じゃなかったって意味なんだけど。ああ、ごめん。まあそれもそうか。ごめん、本気ならザコがとか言ってごめん。ステフが恥ずかしい。負けるわけないもんね。ふん、あー、まあ負けたって過去知ってるからな。何、ごめん冗談、ごめん冗談はなんかもう、あーって終わらない、あーって。あ、待って。なんかうずいやつになっちゃうから。ごめん、ちょっと俺がうぜえやつになっちゃった。ごめん、俺がうざいやつになっちゃった。よし。ナイーブだもんな、今な。負けられないぜ。はい、動きが違う。今度はマジで行くからね。油断すんなよ。ちょっと、動かない。よし、絶対集中切らさないでよ。はいはい。はい。うまい。おい、リオネルメッシー。北西部最高のバンドは？まさか気を取らそうとしてる。誤解だってば。ちょっと待って、ボタンの対応が分かんない。ちなみに答えはスリーターキニーね。あ、うまい。 R が前線だ。 R が前線。あ、違う。あ、いや、うまい、うまい。真ん中リオネルメッシでしょ、あれ。半端じゃなかった、今反応速度は。危ない危ない、あ、違う、あ、違う、もう R と L が。よしよし、危ない。キーパーの動きえぐ。はい、アルゼンチンの主砲。違う、危ない危ない、違うって。ちょ、もうわかんない。さっきよう勝ったな、こんなんで。はい、よし、やった。くそ、あ、勝った。もう一回練習すべきだ、これは。マジで本気だったんだけどな。はザコがよ。いや、ちょっと待って、もう一回やろう。はい、この一回に勝利した方が
真のチャンピオンね。あれ？いい？どうしよう。やろうよ。ゲイブだったら 100% 受けるはずだよ。だいぶ元気になったな。わかったよ。まあ結果的に良かったな。あ？どうしてこれで爆発力だったら。行くよ。最終決戦。俺もでも慣れてきたからね。気合。感心してないで気合入れて集中した方がいい。うまい。でも強い。わかってる。あやったい。ミドルシュート。はい、もう前線から常にプレッシャーを与えるサッカーをね。男と女どっちが好き？性別は関係ないですどっちでもいいから。ほらやっぱね、タイプならだけど。タイプってそのうちわかるんじゃない？やだ忘れてる。 R2 が最前線。違う。上見て。はい。何？え？ちょっと引っかかった。引っかかるなよ。小学生じゃん。バカめ。こんな賢いのに。危ない。うまい。弾かした。よかった。ゴールキーパーからのシュート決まりました。危ない。違う。なんかでもステフの前線腐ってるな。ステフの前線動かねえぞ。ステフの前線腐ってるからチャンスだ。あいつらフォワードいねえ。中盤がすげえ頑張ってる。誰にも当たらない。誰にも当たらない。違う。はい。じゃあ危ない。はい。ザコがめっちゃ陽気やん。めっちゃ陽キャなんだけど、アレックス。ありがとね。おかげで楽しかったよ。マジもう下手し。そっか。なんか。いや、順番なんかあったかな。私に必要なものよくわかったね。あら、大正解。まさか。いや偶然だよ。やりたくなっただけ。まあまあ普通にこの部屋見てね、ちょっと気になったのがまあこれだったっていうだけ。深い意味はないかな。あれ、そういえばあんなところにフーズボールチャンピオン。あれ、これは偶然か。これからどうするの？何が？でもそう考えたらあれだな。マックのことだよ。どう見ても嘘ついてる。ちゃんと見なきゃな。あ、でもどっちも嘘ついてる前提だな。そうだね。あんな嘘ついてさすがにクズすぎる。いや絶対マックじゃないわ。電話したってちゃんと証明しなくちゃ。うん。誰よりも兄さんのために手伝わせて。ああ、じゃあ本当にタックになるんだ。うん、頼りにしてる。いいね。仕事に戻るよ。ああ、うん、頑張って。俺も？あ、じゃあエスコートか。じゃあね。じゃあ。そこの好きかどうかみたいな質問があって、ちょっと俺フットボールに集中しててあれだったけど、そうだね。だからそれが最初の言ったけど、なんかそのレイチェルが付き合ってる人いるのみたいなことをビフォーザストームで聞いてたんだよな。まあ、レイチェルってのは女の子なんだけど、そうだからおそらく男の子の子っていうよりは女の子の方が好きな女の子なのかなっていう。絶対電話した。マックはわざと爆破を止めずに見殺しにしたってこと？え、あ、でもそう考えたらちょっと待って、結構更新されてるかも思い出した。愛する人を失った。ここまで見たな。これ見たな。あ、こいつら社員と驚きと共に悲しみくれてます。このような不幸な事故が発生したことは遺憾の極みであり。ああ、まあそうだないいね、少な、嫌われてんな。
やでも絶対嘘ついてるタイプじゃないって。嘘ついてないの終わるまでが早すぎる。この比べながら楽しかった頃を思い出すことが大切だから、ゲーム殿のとっておきの思い出を紹介するわ。ある日ゲームがまた彼女に怒られたから仲直りするための花を買いたいって店に来たの。私が選んだ綺麗なチューリップの花束を買ってゲームは出て行ったわ。ところが15分後ゲームが戻ってきてこう言ったの。このチューリップと引き換えに注意してくれないかってシャーロットに言ったらまた怒られちまった陽気だな。ソニー・アンダーソン。あ、こうやっても日常も進んでいくんだもんな。そうか。シルバードラゴンがさ、シルバードラゴン誰の店なんだ。あ、ブラックランタンでゲームのお別れ会を開こうと思う。いやー、すんだなー。めっちゃメッセージ来てるし。ちょっと、まあ心配してくれてるだろうなー、そら。あ、ステフが、あ、いっぱい更新されてる。E さん恐怖。脳は時に自らを傷つける。物語は芸術を作り出し、世界に秩序と美しさを与える一方、無駄らしい悪夢を育てる。そして悪魔は外の世界に滲み出たし、現実世界を侵食する。今でもあのイーサンの姿が目に浮かぶ。あまりの恐怖に体が動かず、呼吸すら忘れているようだった。そんなあの子に向かって私は手を伸ばした。そうするしかなかったから。そして恐怖に飲み込まれた。なんとかイーサンを助け出し、私たちは無事に戻ってくることができた。これはだな、右に出てる言葉は、イーサンが言ってた言葉だな。そして固い地面に倒れ込みながら思う。勇気さえ出せば、私だってなりたい自分になれるんだ。これからは人を助けたり、他人に寄り添う人間になろう。ほんの数秒の間、私の未来は輝きに満ち溢れていた。まあそうか、自分の未来というかこれからを気にしてることもあったな、アレックスは。しかし無情にもサイレンが鳴り、岩が降り注ぎ、兄さんを失った。唯一の家族ですら助けられない私に人のためにできることなどあるのだろうか。そっか、唯一の家族だったんだ。退治できると思ったのに、勇敢に戦えると思ったのに、誰も助けてくれない。救えるものなんてない。ステフ。ステフの悲しみは愛から生まれた。その悲しみは空虚なものではなく、失ったものの姿、形や重さがあった。私はステフの悲しみの中で、この上なく兄さんらしい兄さんにあった。人の足に耳を傾け、からかったり、導いたり励ましたり、めちゃくちゃなことする兄さんに。ステフにとっても兄さんだった。見えたものは多くなかったけど、どうすればステフを励ませるか、はっきり分かった。少しの間だけでいい、兄さんとの最高の思い出をステフのために再現しよう。テーブルサッカーで勝った私は、悔しがるステフに勝利のダンスを披露した。めっちゃ陽気だったわ。バカみたいに騒ぐことしかできなかったけど、ステフの悲しみは晴れたみたいだった。そしてまた兄さんを近くに感じた。兄さんやステフの手助けをして、やっとこの力のことを理解した気がする。この力は感情を感じ取って、その人と繋がり、助けるための力。そうね。そうね。はいはいはい。そう、だからそういう感じでやっていくんだな。正しいことをしたいと願う。もう喧嘩は嫌だ。だから消してますね。今夜はずっと一緒にいよう。朝までずっと語りよう。ただまあ前向いてるわ。すごい。あ、メールか。私でよければいつでも話聞くからね。それだけ伝えておきたくて返事はしなくて影響。それとイーサンを助けてくれてありがとう。あの子まで失ってたら私きっとおかしくなってた。シャーロット、シャーロット余裕があるな。先ほどはあえてとても嬉しかったこれ見ただろう。ライアン、アレックス本当にすまなかった。俺がついてたのに。謝っても仕方ないのは分かってる。でも謝らせてほしい。まあ結果的にでも、あそこで切る判断をしたのは、正直落石が確かに来てたから、あれは別にね、悪い行いじゃないんだよ。あとちょ、めちゃくちゃ悲しい。本当にやつだったし、親友だったから、アレックスもきっと辛いよね。もしよかったらいつでも電話してきて。まあでも会いに来てくれたな。アレックス大丈夫。私にできることがあれば何でも言ってね。ありがとう。
無事からゲームためにちょっとした式を開くか、よければ参加してくれ。気が向い、あ、それがこれか。さっきのやつがこれなんだ。これか。さっきのやつがこれか。はいはいはい。あの、スノボも見れるようになってんな。兄さんと滑りに行ったら楽しかっただろうな。はい。雪に突っ込む兄さんが目に浮かぶ。そうね。あ、上の階行けんじゃん。待って。